4つの局面に分けています。どういうことかというと、この4つの局面に分けると、実は4つの祈り方が出てくる。これが量子力学的な祈り方の基本になります。まともに量子力学で祈りを研究すると、祈りは4パターン出てくるはずなんです。祈りは誰も言ってませんよね。ここを A、 ここを B、 C、 D とこう名前をつけましょう。つまりこれが波動の4種類なんです。波動の4種類、祈り方には4種類あるということが出てきますよ。ミラクル出版社ヒカルランド。